이것은 바로 오자상의 투쟁이 정당함을 대한민국 예술계에서 선포했다라고 생각하고, 요경 PD께서는 오늘 재판에 이것이 선물이 되길 기대했습니다. それからもう一つ皆さん方にお知らせしたいことがあります。それは KBS の記者がですね、ずっとドキュメンタリーを撮っていたこと、皆さんご存知だと思いますけれども、韓国でペクサン芸術大賞というのがあるんですが、そこの芸術大賞でテレビ部門の大賞を受賞しました。日本재판부에게이야기합니다이렇게한일노동자의30년의역사에종지부를더럽게만들지마시길바랍니다私は日本の裁判所に言いたいです。このように大賞を取った日本の韓国の芸術部門でも、この戦いが労働運動のみならず、日韓の連帯闘争の厳しい戦い、そしてまた美しい連帯を表しているというふうに判断したからこそ大賞が贈られたわけですから、そういったことを組んで、日本の裁判所は正しい判断をするようにもう一度求めます。30年間にわたる日韓の労働運動の歴史、これを汚すことないように日本の裁判所はきちんとした判断をすることを要求します。この間弁護団と、裁判所のやり取りを見ると、全て時間の問題、それから証人証拠の申請の問題、全て、人に悪い態度を取ってきております。そういうことを見るとですね、果たして公正公平な判断をするのかというふうに大きな疑問を持たざるを得ないというのが今の裁判所、そして検察側の状況です。私は今日集まったこれだけの多くの皆さんの力、それを力を、受けて、ぜひとも無罪判決を勝ち取るために頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。しばらくー、小沢さんは無実だ、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 小沢さんは無実だ、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 警察検察のでっち上げを許さないぜ。どうでした？何人も台湾人行ってないわけ。どうでした？처음에말을알아들을수가없어가지고왜사람들이흥분한지몰랐어요なんでどういうことですか？言葉が分かんなかったんで、なんでそうなってるのかよく分かんなかった。決心なさった。이후에듣고는너무황당하다라는생각했어요。あとで聞いてちょっと呆れ返りました。한국에서상상할수없는재판이라충격이었어요。韓国ではちょっと想像できない裁判のやり方だったんで、すごいよね。너무너무옛날법정같아요。너무아주아주옛날법정。韓国の昔の結構昔の裁判みたい。軍事法廷みたいでしたね。軍사법정같아요。ね。容赦할수없는법정인법정도아니에요。法廷とも言えないですよ。そうですね。全く強引な形でね、決心をするということで、非常に不当な、ね、扱い、を強行してきたというような今日の法廷でした。まあ、逆に言えばね、裁判所 の権力性というのは非常に明らかにされたということではあるんだけれども、まあ、そういう中でね、まあ、そういう対応をさせるというほどに、この運動というのがですね、非常にその権力にとってもそのある種そのあれですよね、影響を与えているというような意味でですね、公安警察、それから検察だけではなくてですね、今回は裁判所もこういう運動に対するね、その弾圧に加担したんだというふうに言わざるを得ないと思います。ただ今日、まあ、決心という形にはなりましたけど、まだ裁判自体は終わったわけじゃないですから、これからさらにね、やれることをそのみんなで知恵を出して考えてですね、やっていきたいと思います。法廷の中も皆さん入られなかった方言いますけど、法廷の中に、職員がこちらに4名こちらに6名いました。私たちの周りに
で、こっち1人立ってて、こっち3人立ってました。そういう中でやられたんですよね。それで判決は、すぐ、もうすぐ、判決じゃないんだけど、すぐ出てきて裁判長は、すべての請求を棄却するって言って、怒ったんですよね、みんなが。裁判長の名前を教えてほしいって。何人もに聞きましたけど、答えはなくて、全部退廷してください。退廷してください。そればっかりです。私の質問に答えてくれたら私は退廷しますって言っても、全然ダメでした。で、何回も何回も聞きました。私はとにかく教えてもらったら出るんだって。たらその人がブーッと中に入ってきて、そしたらなんか他の人がパッと中に一人入って、で、調べてきて名前を教えてくれました。伊藤正人裁判長です。伊藤の伊藤に、正は宮城の人。테러를마치우리가준비한사람이냐이렇게검색하고진행한것에대해서모욕감까지느꼈습니다솔직히때今日の法廷全体にそもそも法廷というのは推定無罪の原則があると思いますですからそのすべてその推定無罪の原則によって行われなければならないのに被告人のまずで重大犯罪者のようにそしてまた傍聴している人たちですら何かテロの暴挙を企てる人たちのようにやっているというようなそういった扱い方に私は本当にびっくりしましたし侮辱感さえ覚えました군부독재시절군사재판도이렇게진행하진않을겁니다韓国の軍事独裁政権の軍事裁判でもここまでひどくないと被疑者의최후진술까지도거부하는법정은아마일본법정밖에없을겁니다被疑者の最後の発言まで阻止するというような法廷は日本しかないと思います저는일본동지들이정말싸워야할것이너무도많고바꿔야될것이너무도많다고생각합니다本当に私日本に来てどんどんひどくなっていると思いますし日本の皆さんがもっとこれから変えなければならない世の中に向かっていかなければならないことがあまりにも多すぎるというふうに思いますそうだ정권과자본이거기에결탁한이법정이다바뀌지않는다면다음세대들은정말로말만콜만민주주의글자내자밖에모를거라생각합니다本当に私たちが声を上げて一つ一つ実践していかなければ次の世代の人たちは民主主義という図らしかわからない内容が全くわからない人たちになっていくと思います또한희망도봤습니다また希望というものも今日皆さん方の中で見ることができました우리는200만의수장인양경수위원장재판에도이렇게많이오지않습니다正直言って私たち民主労総の委員長の裁判でもこんなにいっぱい来ないです。제가볼때는양경수위원장보다훌륭하신오자상인것같은데양경수委員長よりも立派です。오자委員長그리고재판적부당한재판진행을보고분노하고투쟁하는모습은과거한국민주주의80년대90년대초반에만일어났던일로서이부당함에강력하게싸우고있는모습투쟁하는모습이인상적이었습니다そしてまたそういった不当なことに声を上げて皆さん方が体で示してくださった韓国の1980年代90年代の姿を見るようで感動を見ることができましたぜひこれからもよろしくお願いします本当にありがとうございました帰りにお土産も忘れないで皆さん帰ってください감사합니다